ミラーがね、ちょっとおかしいということでね、皆さんに助けを求めてるんですけども、では実際にね、今から開けてみたいと思います。はい、レトロボーです。今日はですね、社内の方から撮影してますけども、ちょっとトラブルがありまして、皆さんのね、声を聞きたいと思いまして撮影させていただいております。で、トラブルの内容はですね、こちらですね、ドアミラーですね。ドアミラーがね、とんでもないことになりましたんで、そちらをね、見ていただいて、もし経験された方、いらっしゃったら、ちょっとコメント欄でね、教えていただきたいと思いまして、撮影しております。ではね、実際に、見ていきたいと思うんですけども、ちょっとね、ミラー自体がね、当たった、もしくは当てた痕跡がありますので、それが原因かなと思うんですけども、まあ、劣化してきてギアがね、一応ネットで調べたところ、劣化してきてギアがね、欠けてくると、まあ、ドアが開かない、ドアミラーですね、開かないっていうトラブルあるんですけども、開かないどころかね、開きすぎる状況になりましたんで、そちらをね、見ていきたいと思います。では、見ていきましょう。はい、ではまずね、うちの駐車場状況を見てもらいたいんですけども、こういう状態ですね。まあ、本当に人一人が通れるぐらいしか空いて、ね、隙間がないと。で、ここにね、ビニールのやつを引いてるのは、ドアが必ずここに当たるんですよね。当てないと入れないぐらい狭い状態になってます。でね、今回ですね、このミラーがね、ちょっとおかしいということでね、皆さんに助けを求めてるんですけども、では、実際にね、今から開けてみたいと思います。では、開けます。ドア、オープン。こっから、からの、まだ開くって感じですね、これ。ね、わかります？これ。これ前から見たらわかりますね、これ。こんな状態ですね。もう正規の位置がね、この嫌な音ですね、バキッていう音ですね。これが多分ね、ダメージ与えると思うんですよね。これが正規の位置なんですよね。で、この状態からですね、ロックをね、かけてみたいと思います。ロックはね、普通なんですよね。で、もう一回解錠しますね。ね。ここはストップ。からの、痛いみたいなね。こんな感じで、まあ、上から見ると、こういう状態ですね。もう完全に、わけわからんとこを映してる状態ですね。で、この状態からね、ロックをすると、戻るんですよね、こういうふうに。もう一回開けますね。一瞬ね、カクッて言うじゃないですか。あの位置が、本来止まるべき位置なんですけど、それを超えていっちゃうってことなんで、この中身の仕組みはちょっと詳しくはないんですけどね、何かそのストッパーというか、それ以上いかない、なんていうんですかね、ギア的なものが欠けちゃったのかなっていう感じですね。でね、まぁ、ちょっと、ここにね、ここに小傷があるんですよね。小傷があるっていうことは、これ駐車するときね、うちの車はね、こっちですね。じゃあこんだけ詰めて、ね、止めないと出れないんで、運転席側のミラーをね、おろそかになっちゃうときがあって、ここに当たったんじゃないかなと思うんですよね。で、ミラーが逆向いて、その時の表紙で、ギアがちょっとおかしくなっちゃったかなっていう感じですね。ちょっとこっちからね、開けてみますね。これ！痛いって感じですね。まあ、こんな状態ですね。はい、ということで、ドアミラーのね、開き具合を見ていただいたと思うんですけども、まあ、正直ね、笑けるぐらい開いてしまいます。これね。ね、先ほどちょっとレントが下降りてきてね、何してるのって言って、ちょっとこれ見てみーって言ったら大爆笑してましたけども、まあ、本当にね、笑えるレベルの開き方なんで、まあ正直私はね、内心ちょっと泣いてる状態なんですけども、まあ今回の件に関して、もしご存知の方ね、症状同じ経験しましたよ、こういう風にしたら治りましたよっていうね、もし事例お持ちの方いらっしゃったら、ぜひコメント欄から助けてください。はい、今回の動画ね、笑えた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Twitter アカウントをお持ちの方はぜひね、Twitter のフォローの方お願いいたします。はい、こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。
では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。 Help me!